演習をやりましょう。ここに出ているような演習問題は、皆さんの学力のまあ発達段階っていうか、到達段階によって、いろんなレベルの解放、それぞれあっていいと思います。一番基本的なのは、標準形と呼ばれる方程式で表される、その楕円とか双曲線、それが、 どういう焦点を持つのか。どういう距離の和が一定とか距離の差が一定となるのか。でそういうことをその頭にきちっと入れておいて、その公式に従って、えー、答えるというものですねで。とりあえずそういうことがしっかりできてさえいればあ良いんじゃないかと思います。1番、えー楕円、5分の x の乗プラス3分の y 乗イコール1。まさに標準形で与えられているわけですね。a 字乗イコール5。 B 次乗イコール3の場合とということですでそのような楕円について焦点がどういうふうになるかでこれその焦点が分かればそれら焦点を持ち単軸の長さが4一般に楕円の方程式の標準形において A 乗分の X の乗プラス B 乗分の Y 乗イコール1でここで small a が small b より大きい場合単軸の長さっていうのがどのように表されるか。 それが分かっていれば良いわけですね。ぜひ、このような問題がスラスラとできるように、きちっとした基礎事項を頭の中にしっかりと叩き込んでください。2番も同様ですね。双曲線がある。焦点がプラスマイナス40、X 軸上に2焦点がある。そして、普通は2焦点からの距離の差が いくつであるっていうふうにして双極線が定義されるんですが、ここでは全近線が y イコールプラスマイナス x であるということですね。そうすると、もう皆さんお分かりのように、こういう全近線を持つ、y イコールプラスマイナス x という全近線を持つわけですから、双極線の方程式は、x の辞書、マイナス y 辞書、イコール定数。こういうふうに表されるに決まってる。あるいは、a 辞書分の x の辞書。 マイナス A 字上分の Y 以上、イコール1。こういうふうに表される。こういうふうにアプローチすることもできると思います。2番、焦点が0プラスマイナス3。焦点が Y 軸上にあるわけでありますね。ですから、楕円の方程式は一般に A 字上分の X の乗、マイナス B 字上分の Y 以上、イコールマイナス1。こういうふうに置くことができるわけですね。そうすると、あと点45を通る。 というふうにして AB の値を決定する。こういうふうにしてやればよろしい。もちろん、その焦点の座標がプラスマイナス3であるということから A と B の間にどういう関係が成り立たなければいけないか。その条件も考えなければいけません。3番。やはり焦点が <laughs> 与えられてる。全く2番と同じように与えられてるわけですね。でそれで直角双曲線だっていうふうに与えられてる。直角双曲線。 私たちの場合、二焦点が、X 軸対象が Y 軸上の2点であるわけですからあ、直角双極線であるとすれば、その双極線の前近線は、Y イコールプラスマイナス X。こういうふうに表されるはずでありますね。あるいは、あ従って双極線の方程式を A 字上分の X の上マイナス A 字上分の Y 上 イコールマイナス1。こういうふうに表されるはずだ。こういうふうに議論を組み立てることもできるでしょう。その上で焦点の座標を考えてやればよろしい。ということですね。3番。3番はなかなかあ、ちょっと本格的な問題ですね。こういう応用問題がスラスラとできるようになるということが当面の皆さんの目標でしょう。定点12というのが与えられている。だから、円 X の乗プラス 4Y の乗イコール4というのが与えられている。 これはまあ楕円の形を描くためには両辺を4で割って4分の x の字をプラス y の字をイコール1とこういうふうに考えてやるといいと思いますね。でそうすると点12というのはこの楕円の外部の点なんですね。その外部の点から楕円に2本の接線を引きなさい。まあその引けることを証明しなさいっていうわけです。点12という点、えー、を通って、えー、この楕円に引く接線 これは、図を書いてみればすぐにわかるように、その直線、接線は y 軸平行ではありえないわけですから、点12を通る y 軸平行でない直線は一般に y イコール m カッコ x-1 カッコ閉じるプラス2。でこんな風に表すことができるわけですね。直線の方程式の一般形です。でこういう風うに直線の方程式を置いておいて、楕円と直線の方程式を連立して、 接するように M の値を定めることができればですね、接線の方程式がわかる。傾きが2つ求まるということになれば接線が2本あるということになるということですね。そしてその2本の接線が直行するということを証明しなさいというわけですが、傾きの積がマイナス1になってくれてればあー直行するというわけでありますね。ごく基本的な問題です。 実は、この問題は発展させることができます。実は点1、2に限らないんですね。点1に限らない。一般にですね、こういうことが言えます。え皆さん、この欄外、ちょっと狭いかもしれません。まあ、一番上のところにある余白でも使いましょう。楕円、方程式言いますよ。A 字上分の X の字乗プラス、B 字上分の Y 字上。イコール1。 で、これ、楕円の方程式の標準形ですね。えー、原点を中心とする、楕円の方程式の標準形。縦長でも横長でもいいです。で、このお題に対して、x の辞プラス y 字書、イコール、a 字書、プラス b 字書。こういう方程式で表される円を考えます。で、両辺を a 字書、プラス b 字書で割ってやれば、 A 乗プラス B 乗分の X の乗プラス A 乗プラス B 乗分の Y 乗イコール1こういう楕円だと言ってもいいわけですがまあ特別な楕円ですね長軸と短軸の長さが等しい楕円つまり円ですこの円周上の2の点から最初に与えられた楕円 A 乗分の X の乗プラス B 乗分の Y 乗イコール1に引いた接線2本あってそれは必ず直行するんですねということが一般的に証明できます これも入試問題としてはポピュラーな問題の一つであります。で、この特別な場合というのを私たちは3番でやったということですね。つまり、点1、2じゃなくても、X の辞乗プラス Y の次乗,乗イコール5という、そういう方程式で表される円周上の2の点から、この楕円に対して、与えられた楕円に対して、2本の直行する接線が引けるということなんですね。 二次曲線の持っている美しい性質の一つです。4番。定直線 x イコールマイナス1から定円 x マイナス2の乗プラス y の乗イコール1が与えられている。で、直線に接し、また円に外接する。そういうような円。これ一つに決まらないわけですが、そのような円の中心がどのような軌跡を描くかということですね。 本質的にはどのようにしてこの問題が解くことができるかというと点 P を中心とする円の半径というのは点 P の座標を X と Y とすると二通りに表すことができる。まず一つは直線 X イコールマイナス1に接するという条件によってその円の半径を書くことができる。他方もう一つ与えられた定円に外接するという条件によって 点 P から与えられた円の中心20への距離。それから与えられた円の半径1。これを引いてやることによって点 P を中心にする円の半径が表せる。それらが等しいということによって、XY の方程式が立つということですね。このように代数的にというか、あるいは解析的にというか、計算によって答えを出すこともできますが、 じーっと図を考えて見ていると二次曲線の基本性質が見えてきまして、それを利用することによって答えを導くというより幾何学的直感的な解放もあります。両方の方法で試してみてください。5番。もうこれはこう基本中の基本ですね。X と Y の二次方程式で与えられた曲線、その外形を書きなさいというわけです。標準形であればすぐ書ける。 でも標準形でないとすれば、適当な平行移動をすることによって、標準形に還元することができるということですね。カッコ1番においては、X に関して二次の項は出てきてないんですが、Y に関する二次式。でこれを平方完成してやるで。そう考えてやればいいわけですね。カッコ2番。X に関して平方完成する。Y に関して平方完成する。二つをやってやればいい。 えカッコ3番の方では、もう X に関しては平方完成されてますので、Y に関する平方完成があるだけだということです。で、一般に、えー、そうですね、このテキストの右下に、え皆さん、ABCDEF を定数として、AX の乗プラス BXY プラス CY の乗プラス DX プラス EY プラス F イコール0という方程式を書いてください。 そういう方程式で表されるのを二次曲線といったわけでありますね。small b が0であるときは話は簡単だと。a と c の値で曲線の種類を断定することができる。a と c が同符号であれば楕円あるいは楕円のタイプだと。a と c が異符号ならば双曲線あるいは双曲線のタイプだと。それに対して a と c のうち一方が0であるならば 放物線、あるいは放物線のタイプだということです。では B が0でないときにはどうなるか。結論から言うと B の事情マイナス 4AC。まるで判別式みたいですね。その値が正であれば双極線のタイプ。イコール0であれば放物線のタイプ。その値が負であれば楕円のタイプになるということが知られています。 これを証明するには皆さんが XY 平面上で点をあるいは図形を回転するということを表現することができるようになる。その技術を身につける、えー、さえすればいいわけですで。それは皆さんの将来の課題です。